さくら市議会議員の高木大輔です。今日も愛車の産業振興号とともに、さくら市のためにしっかりと働いてまいります。多目的広場に来ています、議会でも取り上げましたが、水道がここにあります。それでトイレなんですが、離れたところにあります。あそこですね、駐車場の奥がトイレになっています。ですからやはりちょっと距離がありすぎるので、やはりこれは検討すべきだと思います。